はい、皆さんこんにちは、福岡市議会議員の田中慎介でございます。今日はですね、11月24日の土曜日なんですけれども、本日は私福岡市中央消防団のケゴ分団の一員として秋の防火訪問という活動に午前中行ってまいりました。でこの秋の防火訪問というのはですね、地域の特に戸建てを中心にですね、例えば消火器が置いているかとか、消防 の火災警報器が設置されているかとか、まあ、そういうことをですね、チェックをして、その設置を促していくという活動になります。で中にはですね、やっぱり高齢者の方のお一人住まいということもありまして、そういう方々にはですね、特に火の回りとか、あとはガスを使う炊事場の周りとか、いうことに気をつけていただきたいということで、一軒一軒訪問をさせていただいて、アドバイスなりをするという活動でございました。で、ですね、今先ほどこちら、もう腹ごしらえも済みまして、これからお昼の活動に入っていきますけれども、ぜひこれから寒くなる季節ですので、皆様も火の元に十分に注意をしていただければと思います。それでは午後からも行ってまいります。